かこう考えていくとシャンクスってまあ謎の行動を今までいろいろしてるんですけど、全てを分かった上で行動している可能性、まあほとんど黒ひげもそうなんですけどね、最大の目的があってそのためにこう進んでいる感じがするんですけど、シャンクスも全部を知っていてそのための行動を常々していた。だからゴムゴムの実を奪ったことでしょ、ロジャーの麦わら帽子をルフィに授けたことでしょ、で頂上戦争でルフィを助けてまあ世界の運命を大きく変えた、まあコビーの助けもありましたが、後で言いますけど、このタイミングでワンピースを手に入れようと動くことっていうのが全てを知ってるからこその全部行動だったっていう、つまりシャンクスでまだ残ってんのが白ひげに会いに行ってエースの動きを止めさせようとしたじゃないですか、あれもだから全てを分かった上で黒ひげのこう暴走みたいなのがイレギュラーだからこそエースを止めろっていうのを白ひげに言おうとした。であとはカイドウとの小競り合いってあったじゃないですか、頂上戦争の時の。であれもよく考えたらカイドウが来たらそれが全てを知って今順調に来てるのにイレギュラーになっちゃうから止めたっていう、そのイレギュラー防止をずっとこうし続けてんのかなっていうね、シャンクスが。頂上戦争の時の小競り合いでシャンクスがカイドウ止めなかった場合どうなったかを想像すると、なんかシャンクスの目的ちょっとはヒントに見えてくるのかなとかね。黒ひげがグラグラの実奪えてないのかな、黒ひげに協力してるようにも見えてくるよな少し。ルフィ死んでた可能性あるか、カイドウ来たら覚醒せずに死んでたから止めた。カイドウが頂上戦争に来る目的はこれを機に白ひげをやっちまおうみたいなことでしょう。多分政府側につくんだよねカイドウは。いやこのあたりだな、考えると熱いのは。でこれ黒ひげを野放しにする必要があるのかな、世界を良くするためには。そうなってくるとクザンが黒ひげに加担してるのもなんかちょっとシャンクスとのつながり感じるけどな。エースを止めた描写でカイドウを止めた描写、このことによって黒ひげは自由に、まあエースは止められなかったわけですけど、結局黒ひげに協力しているような感じするな。でカイドウが来なかったからこそ世界政府対白ひげ海賊団の戦いはああいう感じになって、まあいい感じのバランスで戦国の作戦とか杯の作戦とかその辺でまあちょっと形勢が世界政府側になり、その隙でまあ、黒ひげが来て漁夫の利を得ていったっていう。どうだティーチ、来い俺たちが相手をしてやる、どうだティーチがあったよね。うわそこしびれるな、そう考えていくと。こいつは戦わないことを見越してあえて煽っていった可能性もあるけどな。あれシャンクスも本当は戦おうとはしてないという、黒ひげと。黒ひげこのまま野放しにした方がいいからっていう目的があるんだったら、その何を考えてんだこいつっていう睨み合いが数秒あってぜはーやめておこうだったらマジで熱いけどな。そこの睨み合いもさらに意味深に見えてくる。悪役ではないと思うんですよねシャンクスは。俺の肌感覚はシャンクスは絶対にロジャーの意思を受け継いで何らかの理由で行動している善人だって俺はまあ言い続けてきて今もそう思ってんすけど、これを機にシャンクス悪役説マジでもう一回真剣に考えてみようかみたいな、根拠揃えてみようかみたいな。そうするとこう説明できることもいっぱいあるじゃないですか。このワンピースをルフィより先に見つけようと動き出した点とかで決定的な矛盾点が出てきてほしいね決定的な矛盾を炙り出したいっていう目的のもと、シャンクス悪役説をもう一回考えてみたいみたいなね。ああ、まあ何をもって悪役と呼ぶかは確かにあるんですけどね。政府側というか、こう世界を壊したいのか、そっち側というかね。絶妙に敵か味方か確定しない感じで、シャンクス結局何考えてんだっていうのが、いやー、ついうところだよな。マイク、サブさん、1000ありがとうございます。今週号の話ではなくてすいません。アンノンさんの昔、太陽の神ニカの書物&壁画があったというスパチャの説が、今更ながら気になり考察しましたと。その結果、今は、カバジの技の神風100コマ劇場が気になっています。まず、カバジの技名すべてに関連する出来事がドラム王国で起こっていたことに気づきました。あ、なるほど。ウソップの嘘みたいに予言になってたということ、カバジの技が。例えば、山登ろうは、ルフィたちがドクタークレハに会うために山を登ることになるし、カジ親父は、サンジの足に火がつけられる暗示だったと考えています。一輪刺しはルフィがヒルルクの桜の旗を守った後花のように塔のてっぺんに突き刺します。以下略ですが他の技もドラム王国編の出来事に関連しているようです。一方神風100コマ劇場の神風は特攻隊のイメージでヒルルクの自爆につながります。ただ残った100コマ劇場にも何か意味が隠されていると思い探したのですが何も見つかりませんでしたと。ただドラム王国編では受け継がれる意志のタイトルがありリーの意志について、初めて言及したの
がドクタークレハだったので、もしドラム王国編に重大な秘密が隠されていたとすれば、例えば、ラフテルにジョイボーイが太陽の神ニカあるいは空白の100年について100個まで描かれた笑いあり涙ありの絵物語があれば熱いなと思いました。スパチャレント失礼いたしましたと。いやあれ熱かったんですよね。アンノウンさんっていう方がニカとかその辺が出てきた時だったかな。ラフテルでなんでロジャーたちが笑ったんだっていう。で真実を知らなきゃいけないみたいなのもあるし、太陽の神ニカが主人公の漫画がラフテルにあるんじゃないかみたいな。それを見て、ロジャーたちが笑ったと。ルフィがなんでニカになるとなんで服まで真っ白になるかっていうと、その漫画が白黒だから、それを元に作られた悪魔の実が人々の実モデルニカだから全身白色になるんじゃないかみたいな話なんですけど、かなり熱いし、でロジャーが笑ってたって何を見て笑ったかを、まあ、描く時が来るわけじゃないですか。で、その時に、それこそ、その、ドラゴンボールとかで、海王様に修行してもらうためには、笑わせなきゃいけないっつって、で、布団が吹っ飛んだって悟空が言って、海王様が爆笑するみたいな。全然面白くはないじゃないですか。なんでそれで笑うねんみたいな。笑いっていうものを漫画の中でこう、表現するときってめっちゃむずいと思うんですよね。で、読者が、もう全員納得させなきゃいけない。ロジャーもレイリーも腹抱えて大爆笑してたっていう描写なんですよ。で、それをクリアするには、誰もが笑う絵物語を見たから、この絵物語を見たらみんなが笑ってしまうっていう設定だとすれば、みんな納得できるじゃないですか。ロジャーが笑ってたことに一番納得できるというか、こういうものが置いてあったから、笑った、ね、こういう真実を知ったから笑ったとかじゃなくて、誰もが笑う漫画を見たから笑ったっていう納得のさせ方が一番こう読者に負担がないというかで、その内容は分かんないと思うんですよね。そのニカの絵物語、誰が見ても笑うニカの絵物語は、がどういう物語かを書いちゃうと、いや面白くねえじゃんが来るじゃん皆さんの意地悪な皆さんの、何が面白いのこれみたいな。それ来させないためには、その内容は伏せておいて、いや、誰もが笑う漫画なんですよ、これは。っていう設定にすれば、一番納得できるというね。小田先生は仕掛ける人なんで、いわゆるラフテルに漫画があって、絵物語があって、それを見て真実を知ったし、それを見て笑ったっていうことであれば、それの伏線がどっかにこう仕掛けられているはずだみたいな逆算なんですけど、で、それの根拠になりそうなのが、そのカバジの神風100コマ劇場っていうのが、それが伏線になってたら熱いんじゃないかみたいなね。まあ、神風って、まあ、そのヒルルクのところもそうですけど、まあ、ある種神風っていうことなんでしょうけど、まあ、その、和の国もそうだなと思うんですよね。帰りの船を持たないで、スナッチって言って、名前を捨てて、こう特攻していった、あれとかも結構神風だと思うんで、で、そこで出てきたのが太陽の神ニカでございますんでね、和の国で出てきたのが。なんかその辺と繋げても面白いかなと思いますし、これは普通にあるんじゃないかと、100コマ劇場。アンノンさんの話ではあれなんだよね、絵物語とかっていう言葉じゃなかったと思うんだよな、確か。ニカが主人公の漫画がラフテルにあると思うっていうことだったんですけど、それもなんかね、どういう風にあるのかもわかんないよね。壁画にそれこそ小回りされた漫画が1ページ2ページ3ページみたいな、石に刻まれたみたいな感じでドーンってあるのか、なんか書物としてそれが残ってるのかとかね。ロジャーたちがみんなが大笑いしたみたいな感じになってるんで、なんかもう、まあ、その絵物語がラフテルにあるとするならば、なんかパッと見見える感じなのかな、みんなでね、全員同時に大爆笑だもんな、あれ。太古の時代、漫画のような書物、壁画があり、まさに漫画ワンピースみたいに人々を楽しませていたその物語の主人公こそがニカであり、タイトルは太陽の神ニカ。800年前の大戦で対抗策として、そして人々の願いを込めて悪魔の実として具現化したものが人々の実幻獣種モデルニカ。白いのは漫画のイメージ。うわ、すごい。うわ、すごいね。ガチだね、完全にね。他に影響を与えたり、スケールも拡大も漫画の表現と、何度か妄想を膨らませてしまっています。すごい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 。つまり、太古の時代、漫画のような書物、壁画、伝説みたいなものがあり、まさに漫画ワンピースみたいに人々を楽しませていたと。ワンピースがこの地球で流行っているように、現実世界で流行っているように、太古の時代そういう書物壁画みたいなのがあったと。その主人公がニカね、太陽の神ニカっていうタイトルの、現実世界はワンピースですが、その太古の昔ワンピースの世界の中で流行っていたそのタイトルは太陽の神ニカと。で、800年前の大戦で対抗策として、そして人々の願いを込めて悪魔の実として具現化したものが、その壁画伝説を、具現化して世界を変えよう、奴隷をひっくり返す、そうっていうので、いや、この人すごいな。
で、ワンピースの世界にワンピースがあったんだよ。太陽の神ニカの、ま、ギャグ漫画みたいなのが。太陽の神ニカっていうギャグ漫画がワンピースの世界にあって、それが書物とか壁画で残されていたと。もう太古の昔だから空白の100年よりもっと前だね。月の時代なのか。で、ワンピースの空白の100年の世界に入ります。で、奴隷を解放しなきゃいけない。もう真面目なシリアスなところなんだけど、あの太陽の神ニカ、語り継がれているあのギャグ漫画の太陽の神ニカになれるやつを具現化しようって言って、願いとこう込めて生まれたのが人々の実モデル幻獣種ニカと。で、その漫画の世界のキャラになれるっていう能力だからこそ、真っ白になる。で、それは漫画のイメージだと。白黒の漫画のイメージで、他に影響を与えたりスケール拡大も漫画の表現。いや、これかなりすごいね。で、ワンピースは何なんだろう。じゃあその漫画があるみたいなことなのかな。太陽の神ニカがものすごいモヘンジョダロ的な感じなのかな。石がとにかくバーってあって、そこに太陽の神ニカっていうギャグ漫画が書かれてて、それをみんなでロジャーたちが見て爆笑したみたいな。かなりこれ俺が考えてるワンピースじゃないけど、かなり強いぞ。今のところ納得度高えぞ。ワンピースは壁画全巻セット。そうそうそう、ワンピースは絵本ってことか。だから笑った。太陽の神ニカっていうギャグ漫画がラフテルにあって、それをみんなで読んでみんなで笑った。うわ、俺が考えてるあれじゃないですけど、莫大な宝じゃないですけど、まあ、莫大な宝ってそれを言うのか。かいや、小田さん好きそう。すげえ白い説明すごい。これかなり強いな自分で言ってて結構強い。俺は違う説を提唱したいんですけど、今週やべやべやべ、この人すげえ、めっちゃ納得できんじゃん。しかも名前ないじゃん、アンノンさん。で、莫大な宝はわかんないけど、ひろゆきの切り抜きとかでワンピースの正体わかりましたみたいなのあったりするじゃん。で、あの人が何をソースに話してるかっていうと、小田先生と、桜桃子先生の貴重な対談で、話してたのが、ワンピースっていうのは、オズと魔法使いの例え出したんだっけ。今まで培った熱い友情みたいなのがワンピースとされるとか、そういうことじゃないですよね、みたいなのを小田先生に質問したら、いや、ルフィたちは長く冒険するんだからご褒美をちゃんとあげないと、みたいな発言があったんです。だから形あるものであることは確定してると、ロジャーがラフテルで見たものは。って考えると、ギャグ漫画がラフテルにあったら確かにご褒美にはなるけどね。まさにラフテルだね、笑い話。まさにこのギャグ漫画を、ギャグ描写を考察要素ぶっちぎってんじゃんって、こう考察者がサジを投げてもおかしくないようなこの状況を見て、ワンピースの正体につなげたっていう。いや、すごいすごい。油断ならねえ猛者がいるのに。白いのは漫画のイメージ、これが鳥肌立ったね。なんで白いかっていうと、その漫画を模したモデルの悪魔の実だからみたいなね。